こんばんは。なんでこんな光ってるんだろう、顔。なんでこんな、なんでこんな滑らかな肌になってるんだろう。美肌系の使ってないんですけど、なんだこの質感。こんな感じだったかな。なんでだろう、なんなんだろう。わからん。どうもこんばんは。確かにもやってる。なんだろう、カメラなのかな。おっとっと、変わんないな、変わんない。こんばんは。どうも、ちょっとテロップを書こうかな。体調別に大丈夫か大丈夫じゃないかって言われたら大丈夫じゃないです。まあでも大丈夫じゃなさすぎるって言うほどでもないです。まあ要するに微妙ですね。何にしようかな。こんばんはにしよう。よしよし、まあこんなもんよね。どうもどうも。なんでこんな光ってるんだろう、なんかやだな。わからん。どうもこんばんは。おきです。おきゆうかです。はい、まあお久しぶりですね、ショールーム。久しぶり、まあ言うて3、4日くらいですかね。3、4日ぐらいかな。チョリスチェイ。髪何色に染めるの？黒です。インドネシアお帰り。行ってないですね。いや、要は暇なんで割と長めにしようかなって思います。まあ何時までするとかは決めてないんですけど、特に。いや、なんかすごい、なんだろう、このなんだろう、このやだな、このモヤモヤみたいな。はい、そんな感じです。いや、なんか光るな。はい、なんかね、最近疲れててね、なんかいろいろ買ってきたんですよ。疲れてていろいろ買ってくるっていうのもおかしいんですけど、なんかね、いやーね、何から紹介しようかな。でーでーでー。風船粘土。疲労回復グッズ。確かにこれアホなことをしてね、疲労回復させようって思って。タワー、何タワーだろう。ありがタワー、ジン、センキュータワーです。誰だ、斉藤さん、ありがタワーです。何にタワーだろう、わからんけど、ありがとう。最近画質悪くない、もうなんでだろう、わかんないんですよね。風邪タワー、風邪ひいたらタワーもらえるの、万々歳じゃない。嘘嘘、心配してくれてありがとうございます。はい、まあこのアホなことする程度には元気です。なんだろう、わかんない、なん本当にやだこの光、なんかもうムカつく、なにこれ。ムカついてます。なんだこれ、なんかやだな。好きじゃないこの感じ。はい、ですね、なんか風船の粘土が作れるらしいです。こういう感じらしいです。しかもね、あのつまめる水よりね、めっちゃ簡単そうだったんですよ。以前なんかつまめる水っていうのをね、夏休みに作ったんですけど、めっちゃ簡単なのでね、もうパッと準備できそうです。よいしょ。そんなわけでまあやっていくんですけども、早速ね、なくしたんですよね、今のガサガサしている間に。ストローあったった。
ずパンパラバーンとやっていきます。はい、シェイクで風船粘土を作ろうの巻。まずはですね、この元の中に、これがバルーンスライムの元です。この元の中にですね、これ魔法水ですよ、魔法水、魔法水を入れます。もうまずね、この時点で私はね、自分で用意するものがいらないっていうね、神対応にびっくりしてます。はい、一回切ります。こういうのね、普段しないから、あのこういう配信でしかしないんでね、まあ思いっきり楽しもうかなって感じ。魔法水かっこ放射水溶液です。魔法も何もないですね、科学オンパレードです。まあ行き過ぎた科学は魔法って言いますからね、まあ、とある科学のレールガンですよ。はい、これをね入れるんですよ、この中に。あ、やべえ、私こういうの最後まで切らないタイプだから。おー、怖い怖い、このここに入れるっていう、怖い、めっちゃ怖い。体調悪いのにこんなこと言っていいの？体調悪いからやるんですよ、普通の時じゃやらないですね。え、めっちゃ怖いな、本当に怖くなってきた。どうやって入れたらいいのこれ一回切ろう。違うんですよ、こんぐらいしか切るなって書いてあるんですね合ってます、合ってます。はい、切りました。これいける？ここからここ移せる？ちょっと私のご飯を食べたお椀があるから、これの上でしよう。ちょっとね、待ってください、こういう過程が一番めんどくさいんだな。よいしょ、あ、おっとっとっと、私は今日一日何をしていたかというと、まあ、レッスン終わってですね、買い物に行っておりました。まあいろいろ買ってきたんですけども、いろいろ買ってきましてね、まあ薬はね飲んでるんですよ、昨日ぐらいからずっと。喉とかね、効いてるか分かんないんですよね、効いてんのかな。まあまあまあ、そんなわけでね、いろいろ買い物に行ってきまして、なんかやっぱり私体調悪くてもやっぱりストレス発散はしたくなっちゃうんですね。入ったよ、だからやっぱり私のストレス発散って買い物になっちゃうんで、まあ、またねいろいろ買ってきたんですよ。はい、これ見てください。これね、説明書き読むとね、あのこれ次にお手伝いの人にチャックの口を大きく開けてもらい、これをシェイクパックに入れますって書いてるんですよ。お手伝いの人いないよ。はっ、失敗した、これに入れるんだ、このこっちに入れるんだった。お手伝いの人も何もないわ、こんなちっちゃいので入れなくてよかったんだ。ああこれね、読まないからさ。はい、じゃあお手伝いの人いないんで一人で入れます。入れる前にやっちゃったよですね。でも結局お手伝いの人いないからさ、一人でやらんとあかんのよね。よいしょ、まあでも こんぐらいだったのよ、さっきのいけたからもういけるよ全然。一回こうして、でよいしょ、こういうわけですね。徐々に反対にしていって、はい、おっもうもうスライム化してきている。まだ何もしてないです、何もしてない。
いいね、私こういうの好きなんですよね。ちっちゃい頃、小学生ぐらいの時もね、よくスライムだったり練り消しとかね作ってました。作ってはなかったな、でも小学生の時なんかやった気がする。おっと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 、どうしたらいいですか。これ切れないんですけど、どうしたらいいと思います。ちょっとあんまり手は汚したくないんですよ、ね、切れる、切れない、あ、切れた、よし。そしてこれをね閉めます。これジップロックなんでね、閉めます。はい、そしてシェイクします。また一緒ですね、だいたい固まる系はなんだかんだ言ってやっぱりシェイクするんです。まあそれでですね、まあ約2分シェイクしないといけないんで、まあこうやってシェイクしてます。2分です。2分シェイクをしたいので、その間にまあお話でもしようかなって思います。まあそうですね、髪の毛の話になるんですけど、最近私髪の毛がねボハボハなんですよ。っていうのもですね、美容院に、まあ結構前なんですけど、2、3ヶ月前ぐらいに美容院に行きまして、でかなりの量をすいてもらったんですね。でまあそっからすごい個人的にはルンルンだったんですけど、昨日メイクさんに髪の毛をしてもらってたら、その湿気でなんかまとまってない、なんかパラパラ広がっちゃってるよって言われて、でそれの原因がなんか好きすぎたせいで軽くなった分浮いちゃうって言われたんですよ。でこれはあかんねんなって思って、急に関西弁なんですけど、これはあかんなと思って今日いろいろ買いに行ってきましてね。ねヘアクリームを買ったんですよ。何だろう、分かんない、どこのか分かんないや、ルシードエル買ったんですよ。したらね、今つけてるんですけどね、トゥルントゥルンなんですよどうでもよいでしょう、トゥルントゥルンなんですよ。でもねまだねつけて20分ぐらいしか経ってないんでね、効き目がまだね分かんないんですね、本当にこれなのか。でもねとりあえずね今日はトゥルントゥルンなんですよ。パンパンってよかったねっていう話なんですけど、まあ画質悪い、あら、Wi-Fi 切ってもいいんですけどね、全然ニスで固めてないです。ニスとか懐かしい、小学生以来だよ聞いたの。ほらちょっと見てください、これちょっとトゥルントゥルンなんですよ。でもねなんかね、これが最後まで効くかとか、汗でかいたらどうなるのかとかが全く分からんのですね。そろそろいいんじゃない、2分経ったのかな、まだゆるい。まだまだっぽいけど、ちょっと見ちゃおう。おお、割とできてる、見てください、見て、早いね、もうこんなになっちゃった、どうしよう、どうしようか、覗き窓かな、塊ぐらい確認しよう。覗き窓どこにあるね、はぁ、覗き窓あった、開けなくてよかった。もう一回ちょっと、もうちょっとだけ撮ろう、怖いから覗き窓、これバーバパパみたい。まあもういっか、我慢できない私こういうのね手順通りにいかないんですよ。でもなんとかなるからね、だいたい手順通りにいかなくても。だからねケーキ作りとかね全然、ちょっと開けちゃいたいと思います。お、大丈夫かな、不安になってきた。でもスライムってこんぐらい緩かった気がするんだよな、緩すぎるのかな、大丈夫かな、水分多めな気もする。錬金術師
錬金術師、これをね、まあ、これで終わりじゃないんですよ。こっからね、風船にしていかなきゃいけなくて、はあ、水分量、あ、でも綺麗、ピンク色ですね。ほら見てください、宝石みたい。今日ね、どうでもいいんですけど、あのガストにね、アイポンとマイちゃんと3人で行ったんですね、お昼ご飯に。お昼ご飯、夕ご飯、まあなんか夕飯の間ぐらい、お昼と夕飯の行ったんですね。鼻水言うな。で、なんか会計をするときにね、レジのところになんか星の惑星スライムみたいなのが置いてあって、惑星の色をした、だからすごいいろんな種類があったんですよ。あの普通にあの地球から火星、水星とか、あの天王星とか海王星とかのスライムが置いてあって、欲しいって思ったんですけど、300円ぐらいして割とちょっと高いなって思って買わなかったんですね。そう、惑星の、だからまあそれが原因ではないけど、なんとなくスライムを買ってみました。え、これ本当に緩い気がする、大丈夫かな。もうちょっと待ってください、ちょっと待って、全部取り出さんとあかんのですよ。これをね、これを取り出すんです。うん、いやでもね、本当に綺麗だったんですよね、そのスライム。これを本当は、これねスライムなんですけど、これを本当 はなんか発泡スチロールの上に置かないとダメらしいんですけど、そんなものはうちにはないので、これのね上に置きたいと思います。まずこれを置きます。はい、置きましたね。でですよ、まず風船粘土で団子を作ったらって書いてあるんですけど、まあちょっと団子をだとしましょう。これがもう気づいたら団子の形になってました。でこれをおせんべいのように広げないとダメらしいんですね。でももうおせんべいの形になってるんですよね、気づいたら。はい、したらこのストローですよ、ストローをここにね乗せます。ここよいしょ、ブニョッとさせますね。でそしたら粘土を半分に折り曲げるんですよ。折り曲げて風船を包み込むんですね。でも折り曲げれないんですよ、緩すぎてね。どうやったら折り曲げられると思います？はい、まあ、こんな感じで、はい、そしたらね、もうずれてきてるんですよね。もうちょっと上の方ですればよかったって思いますよね。私も思います。はい、そしたら、うん、したらですよ、これをね手に持たないといけないんですよ。なんかよくわかんないんですけど、説明書き通りにすると、これの両端をねまず手で持つんですよ。もうね持てないんですよね、つかめないんですよ。よいしょ、素早く、あー死んじゃう、いろんな意味で社会的にも死んじゃう。あー、うー、垂れてる、やばい、スライムも死んじゃう。よいしょ、なん、よいしょ、どうしたらいい、片手にスライム、片手に、あー死ぬ、事故事故だよ。あー、スライムが、スライムを優先した女。部屋掃除したもん。よいしょ。で、これをね、なんとかいきます。なんで斜めった気がするけど。はい。これをですよ。これをね、ちょっと待つんだよ。このもう一方の手は風船粘土の下に添えます。よくわからん。なんかとりあえずなんかこの絵の図解通りに行くと、あの結局こういう感じらしいんですよ。
こういう感じで吹いたら、そう、右手は添えるだけなんですよ。本当に添えるって書いてるから、はい、吹いたら、なんかね、遊び方としては型で抜いたり、ストローで音遊びしたり、巨大風船にチャレンジ、ドーム型風船にチャレンジ、キャッチボールにチャレンジっていうね、なんかいろんなやつ、とりあえず音で遊んでみたいと思います。音よくわかんないまさかのそういう音か、予想してなかったそういう音だったのね。聞こえました、今のブルルルルって言った、そういう音だとは思わなかった。あー、でも書いてるわ、ブルルルルって。もう一回やります。汚いな、音が汚いぞ。あんまり面白くないですね。これ絶対膨らまないやつでしょ、巨大風船チャレンジって。膨らむのかな。やばー、今見ました。今風船はできたけど、そういうことなの。違うでしょ絶対。合ってんのかな。絶対合ってない気がする。ここをね、こうしないとダメ。ちょっとどうしたらいいのこれ怖いんですけど、どうしたらいいんだろう。吸っちゃダメ、違うの、息が呼吸が、よし。でもね、私こういう、なんだろう、こんな普通のシャボン玉でもできそうなシャボン玉じゃなくて、これが大きくなるかと思ってたんですけど、なん、どうしたらいいんだ。もう一回行こう。音よ。まあでも綺麗ですね、色があるっていうのは。音よ。やっぱ薄くしないとダメなのかな。早飽きるの、飽きてきた。まああとは、あとはまあ遊び手段としてはキャッチボールなんですけども、言ってもいないんですよね。音ヘチ動画、あ、聞こえますか。いきますよ、よくあるやつね、スライム音ヘチ動画いきます。聞こえるかな。聞こえないか。私でも割と聞くの好きです、こういうの。知らないですか。割とあるんですよ、スライムの音フェチ動画。割と有名。私はね、でもそういうのよりサクサク音とかの方が好きなんですけど咀嚼音がね、あんまり嫌い、好きじゃないんですよね。くしゃみでそう。私はね、なんか粘土をね、あの固めの粘土を切る音が好きです。
ジャクジャク、ジャクジャクも好き。スライム、錬金術師、確かに粘土感はないですね。なんでだろう、緩かったのかな。マイクラやりなよ。マイクラね、アプリはやってたんですよ。一人だと楽しくなくてね。スライム食べてみた。そんな危険な真似はしません。食べれないやつ。あー、まあこんな感じですね。はい。あー、でもこれ無限に遊べれる気がする。うん、おいくらでした？100均なんですよ、なんといっても。スライムといえば緑のイメージです、私は。めっちゃ触り心地いいです。あ、切れた。固まってきてますね。私も音好き。お、綺麗。めっちゃ綺麗これ。これをですね、こういう私職人さんの動画見ますよ。なんかなんだろう、なんかこの間すごい見たのは、なんか何のお菓子かわからないけど、お菓子の職人屋さん、日本の映像なんですけど、 YouTube で見て、なんかこういう感じで何回も何回も薄く薄く伸ばしていって、なんかそうめんみたいなお菓子、分からない、なんかそうめん、信玄餅、違う、分かんない、なんかね、多分ほとんどの人名前知らないようなお菓子、飴細工なのかな。もう本当にそうめんになっていく、最終的に。それのなんか動画を見て、飴なのかな、めっちゃ薄い、飴細工なのかな。でもなんか飴って呼んでいいのかレベルの、なんか最終的糸みたいな、それそうめんかな、違います、違うんですよ。なんて言うんだろう、なんか名前があったんですよ。違う、お菓子なんですよ。こういう感じで、なんか、はい、次はやったら何百本になりますって、こうやってまた伸ばしていって、細く細く薄く薄くしていくやつ。龍のひげ、それそれだ、多分そんな名前、よくご存知で。それ食べたことないんです。龍のひげっていう、なんて言うんですか、ググった、あら、なんて、刀削麺じゃなくて、ああ、分からん。私もね、初めて知ったんです、職人さん。ひげ生えてきた。ひげじゃないよ、ひげじゃないよ、腹減ったな。ね、歌詞の話してるとお腹が空くよね。シガーフライって何ですか？シガーフライ、そう、なんか店頭でやってるパフォーマンスっぽい作り方をしておられた。まあそんな感じで、今日はまあこれがやりたかっただけです。終わっちゃったよ。まあのんびりおしゃべりでもしながら。シガーフライ、お買い物お菓子、分かんなかったです。知らなかった、食べたことないかもしれない。おとへちが喜ぶ、見てください、こんなに可愛く成長しました、あのスライムは。
できない大きい風船を作りたかったんですけど、あらかわいい、僕スライムだよ。君はスライムだったのか。音フェチね、音マット作ってください。誰か私の誰か私の音マット作ってほしいです素材提供するんで。僕悪いスライムじゃないよ。スライムの音好き、私も好きなんかあの音となんか組み合わせ作ってほしい音楽に合わせて。こじこじ比較マット、似てないから言うてもね言うても似てないけどね。誰かよかったらお願いします。音がホラー系、あー確かに、なんか気持ち悪い生き物に追いかけられてる時の音とかっぽいかも。野球しようぜ磯野、磯野野球しようぜ、キャッチボールしようぜ、これで磯野キャッチボールしようぜ、えいえいごめんなさい、突然大きい声出したりするからちょっと音量の調査が難しいかもしれない。いっそ野球しようぜ。気持ちいいこれ本当にずっと触っとれるわ。チャリティーイベントお疲れ様。あ、そうなんですよ、実は昨日倉敷のね、あの玉島文化センターってところでチャリティーイベントをね地元で出させていただきました。ありがとうございました。本当にお一昨日だ、そうだ昨日私死んでたわお一昨日でした。楽しかったですよ、めっちゃ昼夜公演あってね、そのマービーの方、あのその被害に遭われた方とかもご招待しててすごいね、あの地元の高校生と一緒に募金活動したりとかね、楽しかった楽しかった。なんか久々に、まあ、実家には帰ってないんですけど岡山って感じがしました。あ、この駅来たなとか、懐かしかったです。マビっていうね、倉敷のマビ町っていう町です。うん、一度歌詞を書いてみたらどう。私ですか、歌詞か、歌は書いたことないかもしれん地元近い、マビはでも行ったことないかな。でもね、あの知り合いがマビの人いて結構ひどかったらしいですそう、川島愛さんとかもね出演されてて、あの明日への扉とか、わあ懐かしいって思いながら聞いてました。卒業式歌ってた、ピーポー言ってる、あら、明日への扉でした、中学校の時かな。
迎えちゃうわ。ちょっと待って、なんかね角度がねおかしいの。めっちゃ泣けるんだよね。めっちゃもう無限にできる。私ハンドスピナーより無限に触れる自信あるこれ。もうなんかずっと伸ばしてられますもん。ほらもう喋りながらこんなに伸ばしてた。すごくない？ハンドスピナーとかあれなんだ、あのスクイーズとか全く興味なかったけど、これだけは無限にできる気がする。すぐ飽きる？いやそんなことないよ、割と続くよ。なんかねあの言っていいのかな分かんないけど、中学校の時のなんかあの友達っていうのかな、なんか習い事が一緒だった子がいたんですけど、全然あの家とか近くないし学校とかも全然違ったけど、習い事が一緒の子がいて、であのその子、私はその子より習い事先に辞めちゃったんで、あのもう会ってなかったんですけど、まあ連絡先も途中から取らなくなっちゃって、取れなくなっちゃう携帯を変えちゃってから連絡先も取ってなかったんですよ。そしたらあのその子がなんか地元のアイドルになってて、岡山ので、なんかショールームとかもしてたみたいで、そうそれでなんか私のファンの人があのなんかキちゃんの話をしてたみたいなことが言ってて、あ私のこと覚えてくれてるんだって思って、そうびっくりして今日ショールーム見に行った。何もコメントとかしなかったけど、なんかでも言っていいのか分かんないから言わない、言っていいのか分かんない、どうなんだろう。岡山のアイドルやってました。悪口言われた、言われてないよ、普通にいつか共演したいなみたいなことを言ってくれてたみたいで、そう懐かしかった。48じゃないんですけど、普通に岡山の感じ、なんか懐かしいなって思いました。おこと習ってないよ。おことじゃないよ。そう私覚えてないのかと思ってた。ディスティニーですな、せんね。いやね、髪の毛対策グッズどうなの、こんなのルシードエル、イエス。私はねあのローカルアイドルとかめっちゃ応援してたんですよね。岡山のねもう解散しちゃったんですけど、サクラブっていうローカルアイドルがめっちゃ好きで、その人をね応援してて、でその中の推しメンがなんか AKB10 期のカリケンぐらいまで行った人で、めっちゃ可愛い人だったんですよ。その人をねずっと応援したんですけど、結局そのグループはなくなっちゃった。そう結構昔なんですけどね、サクラブっていうアイドル応援してた。
マリーナさんがショールームで基地から LINE 来てってた。そう、マリーナさん、マリーナさんが可愛すぎて LINE 送っちゃった。でもね、ちょっとね、ドン引き引かれるような、多分引いてるぐらい気持ち悪い LINE 送っちゃった。橋本環奈ちゃんみたいなの出てくる。そう、橋本環奈さんのいたレブフロム DVL とかめっちゃ好きだったんですよ。まあ、本当に私めっちゃ好きで、あの歌とかずっと聞いてましたもん。うん、レブフロムも DVL も解散しちゃったんですけど。だから私ローカルアイドルとかも好きなんですよね。うん、え、レブはもう本当にその神田さんが有名になる前から好きだったですよ。好きだったです、好きでしたよ。おたおたしいラインだった。普通にマリーナさん可愛すぎて食べちゃいたいですって送ったら返事が来なくなっちゃった。レブはね、神田さんとあの篠宮渚さんとか好きでした。キモい、嘘だって可愛かったんだもん、本当に美少女。本当に食べないですよ。食べてもいいですかって聞いた。食べちゃいたいですねって言ったら、だって可愛かったんやもん。ああ、手がもう見てください、シワシワになった。お風呂入ってないのに。もうやめます、このままじゃふやけちゃいそうなので。ふやけちゃいそう、シワなくなる。確かに。ドン引きします、私が今から言うこと言ったら。引くか、私が何をしようと何を買おうがドン引きしない自信あります？どう思います？しない。お、なんかね、前々から舞ちゃんとなんかなんか赤ちゃんに戻りたいなっていう、なんか幼児対抗化したいみたいな話をよくしてて、うん、でなんか一回私哺乳瓶買いに行ったけど高くて買わなかったっていう話したの覚えてます？結構前なんですけど。はい、そう、さあね、今日ダイソー行ったんですよね。はい、ダイソー行ったんですよ。そしたらね、おしゃぶりが売ってたんですよ。でもね、さすがにね、私ショールームでおしゃぶりなんかしちゃったらちょっと本当にね、やばいと思うんでね、これはね、メールで送ります、レポートするんで。違うんですよ、本当に聞いてほしい。違うんですって、風邪ひいてるんですって。今風邪ひいてるからさ、風邪ひいてるから本当になんか赤ちゃんに戻りたいって思って。だから言ったじゃないですか、スライムとかも普通しないから、体調悪い時だけだから、こういうの、チーク菓子とかこういうのもするの。そうそう、だからね、ついね、しかもね、なんか3歳から6ヶ月までのにしたんですよね。なんかいろいろあったんですけど、私は3歳から6ヶ月だなって思って、やっぱり3ヶ月ぐらいからかなって思って。店員さんに変な目で見られなかった。なんかおもちゃとか買ってたから全然いるのかなみたいな、妹でもいるのかなみたいな感じ。それどうするの、これどうしよう。どうしよう、どうしよう。もう自分もね、分かってるんですよ、ちょっと頭がおかしいのはね。でももう疲れてるんです、疲れてるから、ちょっと戻ろうって思って、純粋だったあの頃に。うん、戻ろうって思ってね。
病んでないよ病んでないよ。でもね、さすがにね、私こんなね、たくさんの人が見てるところでね、なんかやってたら本当に危ない人って思われちゃうから、危ない人って思われちゃうから明日送ります、メールで。なのでぜひ気になる方は今メールを登録してください。 STU です、ポチェとオキユカで、はい、メールを登録してください変えてみて。やらないよ、さすがに私そこまでまだ理性あるよ。1ヶ月から 1.5 ヶ月を目安に交換してください。乳首が破損する可能性があります。破損する前にはやめますクマさんありがとうございます。止められちゃうのかな、さすがに。どうだろう、確かに止められるかもしれない止められたら、あの対馬さんとかに LINE で送ってインスタに上げてもらおうかなどうしよう、ちょっと面白くて、さ、疲れてんのかな、やっぱ。歯が生えた赤ちゃんには歯固めを使用してください。どういうことなんだろういや、どうなんだろう、通るのかな。私的には、いや、これね、やらないけど、ちょっと開けますねあなた疲れてるのよ、大丈夫、お父さん悲しまないから、お父さんからお大事にってきたから、大丈夫大丈夫。こういう感じです。百均のおしゃべりちゃんとしてますね。あ、ちゃんと柔らかいです。うん、どうなんだろう、普通の、あの、何、市販で売ってるおしゃべりとの違いがあんまり分かんないんですけど、これは何のためにあるんですよね、この、これは、これはこうやって話すためですかね。こういう感じです、多分で、こういう感じですね。まあこれはちょっと、さすがに沖さんも18歳だからさ、わかるんだよ、こういうことをしたらなんか危ない人って思われちゃうっていうのはさ、わかるんだよ、私でもわかってるんだよ、わかってるよ。ただ泣いて笑ってず、でもそうじゃないんですよ、世の中、世の中疲れた人のためにもあると思うんだよな。私今日だってガスト行った時お腹空いてなくて、あのお子様ランチなら食べれそうだなって思ったけど、お子様ランチ食べれなかったんですよ、年齢的に。で、それも結構自分的にしんどくなった原因、精神的負荷がかかって精神的負荷がかかって、なんかいろいろと疲れたフラフラとした足で一人で向かったのがダイソーだったんですよ。したらいろいろ買っちゃった。しかも私がなんか、あのリップとか入れる巾着を買おう、なんか前買ったんですよ、ワンワンとウータンの。でもなくなっちゃったんですよ、使う前に。だから今惣菜のね、ガチャガチャでゲットしたポーチに入れてるんですけど、惣菜ポーチっていうやつうん、赤ちゃん言葉喋りそうにならない、うん、それはない。別に精神的に対抗したいわけじゃない、あ、まあ対抗したさはあるけどでもそうじゃなくて、あの時の温かみを思い出したい、自分、心も体も温かい時を、よくわからん、何言っているのか自分でも。ミカにはおしゃぶりに合いそう、それな、絶対可愛いよ、ワイカーだほら、もうでもね、最近しんどいって言ってないんですよしんどいって言ってないんですよ。いや、あのしんどいってめっちゃ言い続けた配信の次の日ぐらいはめっちゃ言ってたんですけど、もう iPhone が呆れるぐらいしんどいって言ってたんですよ。 iPhone がうちまでしんどくなるっていうぐらいしんどいって言ってたんですけど、そっからはなんか言わずに、なんかため息を
ついたらなんとなく気持ちが楽になることに気づいて、まあ、幸せは逃げたかもしれないんですけど体は楽になっていったんで、ため息をするごとにふーって言ってました。しんどいブーム飽きた。ブームじゃなかったけどね。気づいたら出てきてたんですよ。そう、うん、周りは迷惑。違うんですよ。深呼吸しよう。吸いたいわけじゃない、吐き出したいだけなんです。私は吸うのに用はねえんだ。あーってね。あーってゆきちゃん初見です、どうも。 こんな感じで、すまんね。まあそんな感じです。はい、江戸っ子みたいな話し方だね。てやんで畜生。配信終わった直後過ごそう。いや割とね、配信終わった直後はね普通にこのままですよ。うん、このまま。私が一番ひどいのはまあ寝起きとか、うん、寝起きとか、あとはなんだろう、寝起きかな。え、本当に検閲引っかかるのかなこれ。引っかかっちゃうのかな。新しい化粧品買った？買いました。秋メイク用に買いました。あ、確かに配信はねストレス解消になってる。私がただ愚痴を言ってるだけだから見てる人のストレスが溜まっていっちゃうかもしれない。うん、マネージャーさんがね薬くれたんでね、だいぶ助かりました。優しかった。かかるのかな、分からん。私の話してる内容大抵愚痴だからね。やってしまえホットトキス。あら、まあ別に引っかかったらじゃあショールームで。いやどうなんだろう、引っかかったものをショールームでやったら結局私は悪い子なんではないかという、あ、疑問が生じてきた。とりあえずまいちゃんに見せよう。多分ね喜んでくれると思うんだ。喜んでくれると思うんだ。仕事の疲れが吹っ飛ぶきちゃんの配信すごいね。仕事の終わりにね私のショールーム見れるってね、余計疲れそうだけど大丈夫かな。嘘だ、違うって。まいちゃんも赤ちゃんになりたいって言ってたんだって。言ってはなかったけど言ってたんだよ、私の記憶では。他のドラフト生もうドン引き、ゆらさんとか絶対ドン引きだからもう言えないよ。もう言えないよ、ドン引きだよ。アイポンは失笑だよ。ソラハちゃんはね、なんだろう、割と好奇心旺盛だな。俺も赤ちゃんになりたいもんな。ビバ全員で赤ちゃんだろ。じゃあ、あの私のファンの名称はね、あの赤ちゃんズっていうねやつにしてね、みんなでね、あのこれをねこう握手会でねこれをつけてきてね、でいつか STU48 なんとか会場で握手会ですってなった時にね、あのニュースでインタビューされるんですよ、私のファンの人たちがね。したら全員これつけてるもんだからね、あの掲示板とかでまとめが立っちゃってね、おきちゃんのファンやばいってなってね、結局はおきちゃんがこれを広めたってことになっちゃってね、で私の評判がねどんどんこうなっちゃってね、で私がその評価につれて私のねあのこれへの依存度がどんどん高くなっていくっていうね、あの悪循環が生まれてしまったらどうしようってことを今この時間で考えちゃった。うん、この短い間でそこまで考えちゃった。
そうやったらね、多分ね、今度はこんなんじゃなくタバコとかに依存しちゃったらどうしようと思うんですよ。めっちゃ光ってる、なんでこんな光っちゃうの？なんでこんな光ってるの？びっくりだよ。だからタバコに、うちの父もそうなんですけど、タバコをやめられない人は結局はこれなんですよ。うん、依存だからさ。うん、別にやめなくていいんですよ別にね。あ、マナーさえ気をつければさ、アイコスもあるし、うん、でもやっぱり元をたどればやっぱこれなんですよ。はい、そう、口に何か入れておきたいんですよ。私はね18歳、皆さんはね、まあ、大人のねダンディーな皆様方はね、ダンディーやマダムの皆様方はね、まあ、そりゃストレスをね、吐け口にする おタバコだったりお酒だったりがあるじゃないですか。でも私18歳だからね、そういうたしなみをねまだしたことがないんですよ。ってことはもうやっぱりこれに頼るしかないじゃないですか。もう光ってますよ、自主規制されちゃったよ。そう、そう、まだ30だから吸えないよ。30、そうですね、30はやっぱりタバコよりこっちですよね。そう、めっちゃ光ってる。なんでこんな光るんだろう。ガチチになったら吸うってことか。いや、タバコは吸わない、高いし、お酒はちょっと興味があります。なんかね、ちっちゃい頃に憧れてたワインの味ってめっちゃブドウの甘い味なんですよ。そのお酒を探し求めて、その味がするワインを探し求めて、あの一番最初に飲むお酒はそれって決めてるんです。あの子供の頃想像してた甘いジュースみたいなお酒を飲みたい。絶対探すんだ私は。いや、ワイン甘いんだよ。私はちっちゃい頃甘いんだろうなって思ってたんですよ。楽しみに、それだけを楽しみに生きてきたんです。めっちゃ光るんですよね、なんでだろう本当に。そう、でもうちのひいばあちゃん、あのもう亡くなっちゃったんですけど、あの亡くなる前までお酒が好きで、でも最終的になんかお酒を出してもジュースを出してもなんかどれもなんかジュース出してもなんかこのお酒は美味しいっていうようになってたから、なんかお酒体に悪いから、その病気もあって、あのおばあちゃんがファンタグレープをひいばあちゃんに、あいお酒持ってきたよって言ってあげてて、美味しい、これが一番美味しいわっていう話をしてもらってました。そう、でもファンタみたいなお酒が飲みたい。そら美味しいわね。ひばちゃんはでも長生きしましたね。98とかそこら辺まで、95か、うん、酒飲んでみたいんです。だからね、いつか、でもちょっとプライベートで飲むのは怖いから、うん、なんかお仕事で飲みたい、お仕事のなんか番組で飲みたい、安心安全、うん、なんかあのカクテル生放送とかに出てみたい。飲んだことないけど。わかんない、強いのか強くないのか。でもお父さんお母さんは強い。でも私ね、ビールは飲もうと思わないの。うん、なんかおシャンティーな大人のね、大人の女性のしたたみをね、したたみじゃない、たしなみ、したたみって言っちゃう、たしなみをね、たしなむ程度にね、ちょっとちょこちょこっとね飲むのが憧れ。いい女風でしょ。いい女風でしょ。シャンパン、シャンパン入ります。でもね、あのなんかお酒の種類は割と詳しかったんですよ。なんかあの居酒屋じゃないんですけど、私働いてた飲食店、定食屋さんがお酒とかも用意してて、
それでこうやってビールついでましたよ、こうやって生ビールこうやってガチャガチャまあでも結局コンビニが一番長いからそんなに働いてないんですけど、潰れちゃったしYes。 ワインとビールの違いは分かんないよ。見た目とか味じゃないの？分かんないけどさ。パーが似合いそう。バー、あ、バーか。びっくりした。パーってなんだろうと思った。バーね。確かに。ちょっとバーテンダーとかね。まあそういう感じでね。はい。いつか。いつかあのいい女風にお酒を飲んでみたいなっていうお話。なんでここまで広がったんだっけ。そうだ、元はといえばこれの話だったんですけどね。まあいいやまあいいやあちらの奥さんですとかやってほしい。あちらの奥さんからです。やってくれよ私にタブー、バーブー。うん、キューさんと飲み行ってください。キューさんとね、いつかね飲み行くんだ。でも二人で怖いからマネージャーさんと一緒に行こうって言ってるんですよ。二十歳になったら二人だけだと怖いから大人とね、大人と一緒に三人で飲みに行こうって言ってます。めっちゃ光るな。うん、怖いでしょ。頼み方とか分かんないしね何が怖いん？え、怖くないですか？スタバ初めて入った時怖いと思いませんでした？私は怖かったんですけど、それと一緒ですね。ミラちゃんも誘ってやるよ。ミラちゃんもじゃあ誘うよ。ミラちゃんはね、私たちより先に大人になっちゃうんだ。うん、スタバ怖いよね。でももう私大丈夫、克服したから初見です。いや大人の階段登るシンデレラさ。岡山ってスタバあったの？あります。岡山駅と岡山イオンに2店舗あります。倉敷イオンにも1店舗あります。あとは分かんないです。でも私の知ってる中では3店舗あります。何店舗あるんだろうな。いやでもね、うん、多分調べたことないけど中国地方の中ではスタバの店舗数は多分 2位か3位ぐらいだと思うんだ。まずもう最下位は決まってるから、うん、って考えて、まあ多分1位は広島か岡山かや。まあまあでも山口どうだろう、山口かみたいな。そうって考えたら1、2、3、いやどうなんだろう、広島確かに、でも確かに広島、うんうん、どうなんだろう中国地方の中では多分2位ぐらいじゃないかなと思ってます。違いますよ、ディスってないですよ島根ないの？嘘でしょ、鳥取だけじゃないんですかね。あれ島根もないのかね。なんか鳥取が唯一ない県なのは知ってるんですけど、あら、あったんだっけ、できたんだっけ、うん、わからん
岡山12店舗ある。あら、結構あるじゃないの。めっちゃあるじゃない、12店舗。すげえすごい、12店舗もあったんだ。でも私12店舗中3店舗しか知らなかった。はあ。鳥取駅にできたよ。あれできたんじゃないですか。あ、割と3年前からあったんだ。そうなんだ。鳥取は仲間ですよ。岡山は鳥取とも仲いいし、香川とも仲いいんですよ個人的に個人的にっていうか、なんとなくはあ、岡山と倉敷で11店舗。広島何店舗なんだ。広島でも、なんか広島はめっちゃ確かになんかドトールとかサンマルクとか多いイメージ。タリーズとかはめっちゃあるなっていうイメージはあります。どうなんだろう。そう、香川はテレビのねニュースが一緒なんですよ。だからね、岡山香川のニュースですから始まるんです。広島24店舗。あ、めっちゃあるやんけ。広島スタバめっちゃあるやんけ。あら、そうなんだ。ミニストップないんでしょ。ミニストップないですよ。まあでもね、皆さん大好き倉敷コーヒーもね、あの岡山だと思うんだ多分。発祥は知らんけど、倉敷コーヒー行ったことないけど、でも名前が倉敷だから多分倉敷からなんだと思うんだ。山口6店舗。お、1位決まりましたね。1位2位でしたね岡山は。あらら。そう、おかかってくくりになるんです。岡山香川はね仲間なんですよ。ニュースがね岡山と香川一緒なんですよ。だからね、香川県のニュースもね知ってるんですよ。ミスドありますよ。そうなんだ、そうなんだ。まあでも東京はやっぱやばいんだろうね。おかか、あのね、七並べのガチャがね、あの地方ごとに分かれるんですけど、岡山香川でおかか編っていうねガチャになるんですよ。岡山香川メンバーが出やすくなるガチャがおかかっていいます。東京やばいよね。東京はね、あのよくドラフトの時に東京駅周辺にあのよくみんなで行ってて、曽我部ゆめちゃんとか一緒にスタバ行ったことがありますね。 NGT 日記のゆめ氏とか、まあ、あとみかにゃんとかかな。アイポンとも行ったことがあるし、あの東京駅のあのどっち方面なんだ、あんまり詳しくないんですけど、八重洲中央口左の方日本橋の方。そう、東京316店舗だった。そんなにいりますそんなにいりますか。やば、八幡園だ。東京駅ね、わからんよね。私も最初わからんかったんです。あのね、東京駅の中にあるうどん屋さん、うどん屋さん、あの中央口の近くのうどん屋さんは、私とみかにゃんと多田先輩の3人で、その謎の3人でご飯を食べた場所。でも割と楽しかったなんかね、思い出がねほとんどみかにゃんなんですよね。東京駅だとラーメンストリートはね行ったよ。行ってラーメンストリートはゆめちゃんとひのちゃんと、なんか5人ぐらいでご飯食べ行ったんですよね。なんかその新幹線とかバスを待つ組で、
誰だったかな、誰と行ったんだっけな、なんか 2,3 で別れて食べたからな。誰だったかな、ひのちゃんはいた、マリリンかな、マリリンだったのかな、覚えてないみんなとよくご飯行ってたんですよねで私とミカニャは夜行バス組だったから朝早くに着くんですよね。タダ先輩もかな、タダ先輩も夜行バス組だったかな。だから私はほんと6時とかに着いてたからずっと暇を潰さなくちゃいけなくて、でミカニャも暇つぶししてたから2人であのパウダールームのあるなんかあの何リラックスルームみたいなところに行って、そう早かったんですよ。でだんだん新幹線組が到着してきて集合時間が近くなって、うん、でまあ合宿場に行くみたいな感じでした娘さんはあざなみあかりちゃんかな、あかりちゃんはね神奈川だからもうすぐなんだ、電車でちょなんです。うん、ウィラーも使ってましたよ。なんかね、だからね、いまだにね、あの消せないメールはそのドラフト3期のなんか二次審査、一次審査、三次審査合格通知のメールと合宿の次の日合宿のスケジュールメールと夜行バスの予約確認メールがね、いまだに消せないんですよ。思い出として残しておこうって思って。うん、新宿じゃなかったの、よくご存知で。最初新宿に泊まってバスタ新宿、オーディションは新宿だったんですけど、まあ、東京駅でいいやってなって合宿中は東京駅でした何時間ぐらいかかってたかな、でも岡山を10時とかかなに出て、まあ、6時とかぐらいに着いてましたね。私はね全然夜起きてるから夜行バスで寝るっていうことがまずなかったから、でもやっぱり いいバスと悪いバスはありましたね。うわっって思ったバスはもう本当にあのやっぱり合宿が日曜日のことが多かったから、日曜日って大概取れない、あ違う金曜日か、土日だったから金曜日ってなかなか取れなくて、いいやつっていうか普通なんかちょっと質が悪いバスが多くて、質が悪いっていうのはあれなんですけど、なんかあの仕切りがなくてカーテンがない独立してないバスに何回か乗ったことがあって、大体独立してたんですけど、独立してなくてかつなんかもうパーリーピーポー外国人たくさんいて、もうずっとうるさい時があって、うるさいって思いながら過ごしたこともありましたね女性専用ね乗ったことは1回あるんですけど、1回だけでもね、女性専用のね夜行バスは京都までしか出てなくて、京都まで1回帰って、京都からあのおばあちゃんが京都まで来てくれて、京都から岡山に車で帰るってこととかありましたね。イエス、パリピ外国人がねいたんすよ。でも私は別に夜行バスは好きだった、ミカニャンとひたすら LINE をしてました、ちょっとお互い起きてるから。うん、なんかそんな寝れなくて、独立しててもなんか寝ることはあんまりなかったです。だから5時、まあ6時に着くってなって、5時ぐらいにちょっとだけ寝ようかなって思って寝るぐらい。うん、酔いはしないです全然、ただ足が痛かったな。うん、ゴバス乗ったことないな。でもね、うん、別に私はそんなに苦じゃなかった、独立してたら全然苦じゃなかった。独立してないのはね本当に携帯もねなんか開けないから、開けないっていうかその隣の人が寝てる可能性があるから、うんいつ寝るのだ、合宿の時に言ってます。そうめっちゃむくむ、靴とか酔わなかったな私は。だから小説とか読んでた、歌聴いてたり、でもなんか充電器を
させないバスとかもあって、それが一番個人的にしんどかったかもしれない。私はあんまり新幹線で行こうと思わなかった。その合宿まで、そのお父さんお母さんにそんなに協力してもらってたのがおばあちゃんとかだったから、あんまり、迷惑かけれないなって思って、とりあえず一番安い交通費で行こうってなったらやっぱり夜行バスでしたね。全然違うから新幹線で行くのと。でもいっぱいいたけどね、夜行バス勢は。アミルンとか一緒のバスに乗ってたこととかあった。前の席の人めっちゃ可愛いなって思ってたらまさかのアミルンみたいな。一回大阪から乗ったことがあって、そう、意外と使用してた人は多かったかもしれん。懐かしい。そう、往復でした。1万ありがとうございます。iPhone はね、iPhone は1回か2回ぐらい夜行できた時があって、その時は一緒のバスではなかったけど、めっちゃ同じ時間帯ぐらいに着くから、そこから一緒にいたこととかありましたね。懐かしいな。あの時私は愛子ちゃんって呼んでたんだな。懐かしい。夜行バス。でもね、本当にね、一回乗った女性専用のバスがめっちゃすごくて、前も言ったと思うんですけど、なんかこういうなんかベビーカーみたいな感じで、ここら辺からなんか こうやってね、なんか帽子じゃないですけど、なんですか、このベビーカーのあの屋根みたいなのがこう出てくるんですよ。だからこうやって中で携帯つついてても光も漏れないし、もうめっちゃプライベートが守られてるバスがあったんですよ。あれ良かったな。ウィラーですか、ウィラートラベル。でもね、すごい良かった。あれ多分女性専用だった気がするんだ。コクーン、わかんない。ピンクのバス、それピンクのバスです。めっちゃ良かった。あれミカニャに自慢したしちゃったもん。やばい、このバスやばいみたいな。あれはね、本当にすごかった。近未来を感じましたもん、私。懐かしい。一回しか乗れなかったな。でもサービスエリア降りてました。基本起きてたから、でも別に何をするわけでもなく、ただ夜風に吹かれてちょっと浸ってました。浸ってました。そう、ちょっと高かったのかな、覚えてないけど。懐かしい。みんな詳しいね。皆さん夜行バス勢ですか、新幹線勢ですか、それとも車勢ですか。何やともあれね、やっぱり地方民は大変ですよね、それだけ。懐かしい。もうおしゃぶりのイメージついてる。おしゃぶりまだですよ、まだここにありますよ。飛行機税、いやー、そう、私より何より一番大変だったのは飛行機税だと思うんだ。本当にマイキューも飛行機税だったかな。しおりちゃんとかね、一回で往復だってもうすごかった気がする。わかんないけど、北海道は大変だ。しおりちゃんね、くまさん、北海道。そう、飛行機勢いました。空港から勢いましたよ、何人か。言うても5人6人ぐらいかな。その中にまいちゃんもいたんですよね。なずなちゃんとか、あと誰だろう、あとあの九州の子とかですかね、みはるちゃんとか、あと誰だろう、九州 HKT に行った子とかかな。
懐かしい。半日かけて岡山から在来線で行く。夜行バス苦手なので。やば、夜行いいよ夜行いいよ。関さんとかそうだったのかな。何で来たんだろう関さん。なんか夜行バスできそうな気もするけど、好きそうな感じするけど。というわけで、まあそろそろお時間も近づいてきましたね。はい、お時間も近づいてきましたが、まあそんな感じで終わりたいと思います。見てください、もうスライムがもう溶けたのか知らないんですけど、もう見てください、固形だったはずなんですけどね。お、全然こけてませんで、薄くなっておるんですね。でももうなんか溶けてきそうですね。まあそんな感じでデロデロになっております。まあそんな感じで、まあそんな感じでってこの短時間どんだけ言ったんでしょうね。びっくりしますね本当に。はい、まあそんな感じで今日は終わりたいと思います。気象言うな、柔らかいよ。エイリアン、ラスエイリアン知ってる？ひんやりしてて気持ちがよろしい。あー冷たそれではいい話だった。いい話なのかな、普通に夜行バスが好きっていう話。私はね全然好きでしたね。別に今からでも乗りたい。だから新幹線に乗らせてもらえるありがたさっていうのはすごいですね。はい、そんなわけでまあ今日も一日ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。それではランキングを読んで終わりたいと思います。それでは皆さんよろしいですか、ランキングのお時間です。イエーイ13位ユニバーサリーさん、ありがとうございます。そして、12位がパパパパンダさん、ありがとうございます。そして、10位がハリーベルさん、ありがとうございます。そして9位がトートーさん、ありがとうございます。8位がにっこり。これはあれなのかな、私はなんかちょっと名前は違うけど同じような人に見覚えがあるんだけども、違ったらいけないから、君はニコちゃんだ、君はニコちゃんだ、おめでとうございます。7位おっくんさん、ありがとうございます。そして、6位が9時のタイゴさん、ありがとうございます。そして5位がセリアさん、ありがとうございます。そして4位がホフマンさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さんありがとうございました。そして3位がですねミニミニさん、おめでとうございます。そして、2位がハニワさん、ピンクのハニワ、ピンクさん、前来てくださった人かな、違ったらごめんなさい。そして、1位が斉藤さん、タワーを作りたいと思います、タワーを作りたいと思います。はい、できました、見てください。ちょっと待って、嘘、もう一回作ります。嘘です、すまん、間違えたわ。はい、できました、東京タワーです。ああ死んじゃう無理がある、確かにね、書き
き物をしたいんだけどね、ペンがねここにあるんだ、ちょっと持ってきます。よいしょ。見てください、このノートね、懐かしいんですよ。掃除してたらね出てきたんですけどね、見てください。これね、あのショールーム選抜期間、イベント期間に使ってたやつでね、見てください、覚えてます？これなんか漫画を考えてたやつで、アイポンが主人公の漫画をねショールームで考えてたんですけど、懐かしくないですか？ほらポップちゃんですよ、懐かしいの。結局ほらもうなんかわけわかんないの出てきましたよ、見てください、見てください私の謎の書き込み、メロンパンマンわかる、ロールパンマンちゃん、パンナちゃんわかる、カレーパンマンわかる、食パンマンわかる、赤ちゃんマンファって書いてますよ。どういうことですかね、赤ちゃんがなぜ戦いに、もしかして悲しい世界って書いてます。最後に一つ、食パンマンについて、何枚切り、生まれた時は切れてなかったら面白いって書いてます。病んでないですよ。なんかね、釜飯や天丼は無機物有機物、命はあるから、私はアンパンマンが好きです、好きだからこそ知りたくないこともある、だからこの話はやめるって書いてます。しんどいですね。あ、めっちゃすごいですよ、ちょっと見てください、アンパンマンの世界を考えよう、ヒエラルキー、見てください、ヒエラルキー書いてますね。バイキンマンは汚いから弱いって書いてます。カバオは平均ですね。アンパンマンは強いけど食べられます、強い最強はジャムおじさんって書いてます。懐かしいですね。なんかこれは喋れなかった時ですね、喉が痛くて。あとね、あの素材配信のガチ恋ですかとかありますね。まあ、そんなことはどうでもいいんで書きたいと思います。Thank you. いつもありがとう。9月、今日は18。見るか。